村山長鷹村山長鷹は、日本の新聞経営者。朝日新聞社社長、社主。旧騎手は田藩主、岡部朝食の三男として、東京府東京市に生まれる。1919年3月、京都帝国大学法学部政治経済学科を、卒業。同年10月、朝日新聞社初代社主の村山龍平の長女、藤子と結婚し、 村山家の無雇用紙となった。翌1920年6月、朝日新聞社に取締役、計画委員長として入社。大阪、東京領庁日新聞の計画部長、航空部長、大阪朝日新聞印刷局長、朝日ビルディング初代社長を歴任し、1933年12月朝日新聞社会長に、1940年5月社長に、 就任した。しかし主筆として、社長をしのぐ性暴を持つ代表取締役、小形武虎に反感を持ち、東京本社派の小形に対する大阪本社派の代表取締役専務取締役、原田常治や、小形の出身の政治部、経済部の後派に対する社会部出身の難パで、東京本社編集総務から名古屋市社長兼編集局長に転出させられ、 さらに冒険の出版局長にさせられたことで、反処方となった常務取締役、鈴木文志郎らと結ぶようになった。1943年の夏、尾形が営業部門を握って尾形と共に、編集の尾形、営業の石井として、朝日の両翼と呼ばれた代表取締役専務取締役、石井光次郎と一緒に、資本と経営の分離論で提唱したものにより、 尾形を社長とするよう村山に要求すると、原田、鈴木らと反撃に出て、同年12月に主筆制を停止して、尾形を主筆から解任、実権の内副社長に棚上げした。村山は活動拠点を大阪から東京に移して、経営を人頭指揮し、尾形が務めていた政府機関の諮問委員など、対外的な役職も全て取り上げ、自ら引き受けた。 翌1944年7月、小形は朝日新聞社を退社して、小磯内閣国務大臣兼情報局総裁となり、小形派と反処方派の社内派閥構想は、ひとまず、長田か以下の反処方派が勝利した。しかし敗戦で小形派と反処方派の社内派閥構想が再燃し、1945年11月5日、 朝日新聞の戦争責任を明らかにするため、長高以下の経営陣は退陣し、長高は1947年11月、公職追放で社主からも追放された。代わって、まず尾形派のナンバー2である、東京非庁対策本部長の野村秀夫が代表取締役となって、急場をしのぎ、尾形、野村らの後押しで、 東京本社編集局次長から局長職を飛び越して取締役東京本社代表権論説委員室司会となった長谷部忠が1947年6月に会長1949年11月に社長に就任したしかし追放が解除されると長高は1951年8月に社主に復帰同年12月には会長となり 長谷部社長以下、追放期間中の経営陣をバージして、東京本社編集局長の忍ぶ勘一郎を、編集局長のまま代表取締役とし、忍ぶ、竜慎太郎論説士官、長井大蔵業務局長の三人による、トロイカ体制となった。1960年6月29日再び社長に、就任。社長在任中の1963年12月24日、 村山家との確執が深まっていた長井を解任して、いわゆる村山事件を引き起こした。その責任を取って1964年1月20日社長を辞任。翌1965年12月には取締役も辞任した。当時内閣文部大臣を務めた岡部長影は長鷹の長兄で自重 京都外国語大学教授を歴任した岡部長賞は長高の末弟である。長女は元朝日新聞社社主、村山道子。次女は元朝日新聞社国際本部副部長、村山富子。兄、岡部長影は加藤孔明の長女、越子と結婚しており、弟、岡部長将は岩崎照也の長女、妙子と結婚したので、長高の実家、岡部家は、 三菱の創業者一族、岩崎家と二重の隕石関係を持っていると言える。ありがとうございます。